皆さんこんにちは、スピチューブです。皆さん、ジビエって知ってますか？はい、ジビエとは狩猟で得た天然の野生動物を食肉とするという言葉です。はい、今回ね、そのジビエについてスポットライトを当てました。ジビエ料理の中でも最も有名なのがイノシシ肉です。このイノシシ肉も豚肉とか牛肉より栄養価が高いとされてます。そして今回罠を仕掛けたという情報を得たので、同行してみることにした。まずはじめに、この動画は砂漠といったグロテスクなシーンはありませんが、やはり生け捕りにしているという点で、少なからず嫌な気持ちになる方もおられると思います。ですが、山のお恵みをいただくという形で撮影しております。以上、ご理解した上でご視聴お願いします。それでは始まります。今日はね、どこに来てるかと言いますと、まあ山の中です。まあ、今日はね、僕一人なんですけどね、まあ、今日ここでちょっとね、なんかそのそういうことがね行われるっていう風に言われたんで、ちょ今日はねちょっと行ってみたいと思います。あ、ちっちゃい子供のひづめで、こっちが大きいやつ、ね、これな、ここにもあるな、これ1個、こうする、こういう風な、これはこれはこれはこれ、こうとこう、あ、こうだな、めっちゃちっちゃい、これちょ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 、ここ歩くよ、親子で、これも道っていうふうに、今日の道やな、まあ、とりあえずここはメインやな、通路、ちょっとでここ立ってここ歩くけど、でこれね、こうやって入る、そう入る、取れるんで、この山の向こう同じ紙にもなんだけど、はいはい、この前のはちょっと大きかった。あ、本当ですか。昨日そこにね、その紙にもだけちょっと段違うじゃないですか、そこに、うん、そこで取りましたけどね、大きいの80キロぐらいの、それのことじゃ。あ、本当ですか。西山団地の、そう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 、池の方上がってきた、そうそうそう、うん、取りました取りました、上がり口が大きかったね。あ、そうなんですね。今日なんか、なんか野菜取ったんですか。あ、わらび大してなかった。いやいやいや、ありがとうございます、すみません、どうも、すみません、これで、こんな感じ、そう、飛ばさないです、そう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 、これ噛まれることとかもあるんですよね。いや、全然あるよ、こんなに構えて意味どうなる。いや、さっき見たんですけど、本当犬ぐらいあって、本当普通にやべえけ、指持ってかれるけ、噛んだらガーッと首振るから。ですよね、もう普通にもう大事よ、手穴あつけ、俺も何回も手穴開いてる。いや、ほんまですか。手穴開いてる、こうとかな、こいつは鹿に蹴られたね、もう突き刺さったね、バーン100キロが鹿に蹴られて、ナイフで自分でもうこうやって切開して木引っこ抜いて、そんなんばあ、やっぱこの出す作業が一番危ないですよね。危ねえ、だって大声になるけん、こういうのはなんかその、あ、なんですか、うお、すごい、あ、なんか餌とか入れてくるんですか、ぬか、ぬかを入れるんですか。あそこにこう檻があるじゃん、ワイヤー張っとるじゃん、はいはいはい、はい、あそこのワイヤーこう斜めになってるじゃん、はいはいはい、あそこ下に垂らしてて、あそこに分かる、あのゴールがあるの、あそこに、あそこの端っこ、ワイヤーの先っぽ、あ、ありますあります。実際にかかってるところとか全然見たことないんで、そうな、俺もこないだ自分で仕掛けしようってお腹入ったけど、あ、大ごとよ、
あの自分で出れなってしもて出るんですか。オーバーで僕そう思ってんけん。これはまだいいけど、はいはいはい、あでけえけんあれだけど、あのもうちょっとちっちゃいやつあるんだけどな、はい、これはな普通人間一人で上がらんけん。これ引っ張り上がるんだけどな、はい、あのテコの原理で。そう体当たりすごいな本当に。もう入ってくる。うわっ、まだいいな。なんか押さえとかんでも大丈夫なんですか、これは。ああ、今は大丈夫です。うん。これぐらいやったら。うん。じゃあ、これでいいですか、これで。マジですか。大丈夫ですか。ここがちょっと膨らんでるみたいな感じ。そう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 。これまだマシな方よ。吐き出てて俺のとってもこれがひっくり返るよ。いい。うわ。すごいっすね。本当こんなね、なんていうんですかね、このイノシシを見る機会なんて本当ね。ねえよ。今日はね、こうやってあの僕の知り合いの人がこのイノシシを取っているんですけど、本当に凶暴なんで、本当ね、見かけたら絶対に本当に逃げてください。本当裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。